リズム駅伝クラさん、よっしゃやってまいりました。このシリーズ来ました。今日はどこの大学でしょうか。今日は順天堂大学行きましょう。いやいやいや、うん、本日が9月の25日、はいはい、そうですよ。実はまだ順天堂大学、うん、エントリー出てません、ね、あまだか。出雲駅伝のね、出てね、うん、ぜひ取りたいと思ってたこの順天堂大学ですけども、そうなんですよ。もうどうしてもこの状態なので取ろうということになりました。やりましょう。もうですので、もしね、うん、この動画があった時に、うん、もしエントリーされてたら、はい、あらかじめご了承ください。はい、ということで、すいません、9月25日に撮影しております。はい、でもエントリーなしでも当てますよ。お、うん、お、その力強いこと嬉しいですね、はい、まあ、かっこいいね。前半の動画なんか全部そうですから、エントリー出てないのか、まあ、確かに、はい、確かに当たってませんでしたね。全然当たってないから出ると当てます。わかりました、はい、それではヨッシーからお願いします。はい、はい、僕はですね、こちらです。ドン、1区三浦選手、ほうほうほう、2区村尾選手、3区伊予田選手、4区石井選手、5区服部選手、6区に鹿間選手と。なるほどね。こういう布陣にしてみました、うん、ということで、まず1区三浦選手、はいはい、こちらはもうね、ダイヤモンドリーグでも3勝で、ね、4位になりました、ね、もう世界の三浦といっても、ね、過言ではない選手、うん、ただちょっと疲れがあるのかもしれないので、うん、まあ、無理しない可能性もあるんですけど、はいはい、やっぱり見たい、うん、間違いない、ね、うん、そして1区やっぱり一番適性あります、はいはいはい、もうね、1区でやっぱ1分ぐらい差をつけたいなと。三浦君出るなら相手いるよ。いる？いるでしょう。世界の三浦よ、うんうん、1分つけるでしょ、うん、1分つけたらすごいよ、ね、うん、はい、じゃあ2区、うん、村尾君ですね、1年生大抜擢じゃない？大抜擢、うん、やっぱね、ここは新戦力を使いたいなと思います、はいはい、で今季のルーキーではやっぱ村尾君がちょっと一歩リードしてるのかなと、うんうん、やっぱ3勝に強い選手ですね、この選手もね、確かに三浦君の背中を見て今、うん、頑張ってますから、確かに頑張ってほしい、はいはい、そして3区は伊予田選手ですね、はい、やっぱね、伊予田くんやっぱ遅れない、うんうん、そして安定感がある、うんうん、なのでね、3区一番遅れちゃいけないところですから、うん、確かに去年はここで遅れちゃいましたから、はい、そうでしたね、伊予田くんを使えばここは大丈夫でしょう、という、ね、感じです、はい、うんうん、そして4区に石井選手ですね、はいはいはい、この方もやっぱりね、ロードにはすごい安定感があるイメージがあります、うんうんうん、でしっかり繋いでくれると思ってここに石井くん行きました、うん、はい、そして5区に服部相馬選手ですね、はい、野村くんじゃなく僕は服部くんに今回してみました、うん、はい、やっぱね、若手に経験を積ませるっていうのがいつも大事ですから、はい、うん、まあ、こちらの選手もね、将来の順大を背負う選手になるんじゃないかと思うんですよ、うん、なのでやっぱここで経験しておきたいなということで、うん、服部くん、はいはい、そしてアンカーに鹿間選手ですね、はいはいはい、この方は前回6区4位ですから、うんうん、もう順大のね、長い距離といえば鹿間くんですから、うん、ここはもう皆さん一緒でしょうという感じです ね、はい、そんな感じです。わかりました、うん、さあ、どうちゃんはどういう布陣でしょうか、はい、お願いします、うん、はい、じゃあ僕いきます、うん、僕の布陣はこちらです。はい、ドン、うん、1区三浦選手、うん、2区野村選手、うん、3区伊予田選手、うん、4区浅井選手、うん、5区石井選手、うん、ロック鹿間選手と、おお、なるほど、いうことにしました。だから主要区間一緒ですね、1、3、まあそうですね、主要区間は全く一緒ですけど、うん、間がちょっと違うという、うん、なるほど、うん、1区の三浦君はもう、うん、出てっていうお願いです、はい、お願いしてほしいと、もう見たい、早く、うん、お願いしたいね、うん、お願いしたい、うん、だからもう強さとか展開とかそんなのはもう彼はもう出来上がってるんで完璧だと思うんで、うんうん、もうあと出てほしい、走ってる姿を日本で見たい、そうですね、っていうことです、うん、はい、もう理由それだけです、マジで、わかるわかるわかる、はい、もうそれだけでいいと思います、うん、はい、で2区は野村君にしました、うん、なるほど、はい、昨年ね、ちょっと距離のある3区走って、うん、ちょっと苦しくなりましたんで、はい、うん、ちょっと2区で、頑張っていただこうと。で彼ね、やっぱ2年前の順大見ると、うん、エースやったんですよ。そうですね、うん、で2年前って言いますけど、うん、でそれからちょっと調子崩してるんですけど、はい、そのやっぱエースたる走りをね、うん、してほしいなと思います、うん、なるほど。で3区は伊予選手、うん、もうヨッシーも言ってたように、うん、やっぱ遅れない、うん、こう遅れない選手がね、やっぱ3区は必要だと思います。なるほどね、1区に強力な選手が出たとしたら、うん、やっぱり、うん、だからやっぱり伊予田君が適任かなと、うん、で彼らはもう長い距離も5000もね、うん、行けますんで、うん、で安定最近してますんで、うん、もうバッチリじゃないかと思ってます。バッチリバッチリと思います、うん、
で4区はね浅井選手にしました。なるほど、はい、うん、やっぱ最近の調子もねちょっと見てたら良さそうなんで、うん、やっぱここでやっぱデビューうん、ということでね、うん、させてほしいなと思います、うん、なるほど、あの監督さんも、うんうん、でもともとやっぱり28分台とかね1万でも出してますんで、うん、今日1年生の頃 ね、だからやっぱ育ってこなきゃいけない選手だと思ってるんですよ、うん、浅井君は、うん、ですからちょっと抜擢してみました。なるほど、はい、で5区は石井君ですね、うん、もうこの方は僕のもう一つ言えてるのは、まあ、箱根伝の時も全日本の時も言うでしょうけど、うん、もう一番駅伝に慣れてると思う順大では、うん、なるほど、もうやっぱり駅伝といえば石井くんが出なきゃちょっと始まらないだろうみたいになってると思います、うん、駅伝ですよ、順大のね、はい、順大の、うん、だからもう石井くんで、で彼ねやっぱ波激しいっていう人多いでしょうけど、うん、彼に波にはまった時、うん、いい場合ですよ、うん、はまった時はめちゃくちゃいい走りしますから、波に乗った時かな、波に乗った時ね、うんうん、はめちゃくちゃいい走りするんで、うんうん、だから石井くんで僕はここ行きたいと思います、はいはい、で6区は鹿間選手ってヨッシーと一緒ですね、うんうん、はい、もう去年ね、うん、4位だったのかな、うん、区間4位ですね、うん、もう9大点だったと思います、うん、多分去年初めての駅伝だったんじゃない、三大駅伝初めてですよね、うんうんうん、それでやっぱり9大点だったと思うんです、やはり強いなというような走りでした、うんうん、安定もしててですね、うん、ですからちょっと箱根、全日本箱根とつながるような走りをしてほしいなと思います、うん、なるほど、うん、アンカーですけどね、重要ですけど、うんうん、分かりました、はい、じゃあお二人の予想1、3、6一緒ってあと3人違う、うん、見合わってどうですか。あーそっか、やっぱ1年生を僕も入れたかったんですけど、うん、まあ、村尾くんか森本くんになるんですけど、はいはいはい、やっぱちょっとまだ1年生は、うん、っていう感じがしたんで、うん、まだ厳しい、はい、で服部相馬くんは、うん、もうこの方も波に乗ればめちゃめちゃ強いですよ、うん、はいはいはい、まあ、三浦君のね1個下の後輩ですし、うん、同じ高校のね、うん、だから本当に慕ってると思うんで、うん、いいと思うんですけど、まあどうなのかと、うん、ね、ちょっと僕は浅井選手を使ってみたかったっていうのもありますし、うん、はいはい、はい、ね、ということですね。吉井はどうですか見て。僕はですね、うん、やっぱり野村君を使うか使わないかってところになるのかなって気はしてますね。やっぱり出雲が苦手としている感じがしてるんですよ、うん、暑いのが苦手なのかな、うんうん、っていうのでちょっと僕は今回外してみて、うん、もう全日本からでいいんじゃないかなと、うん、なるほどね、うん、っていう感じです。あと4区の浅井君とかどうでした。いや強いんですよこの選手。なるほど、うん、去年1年生でね急に28分台出して、うん、非常に強いんですけど出てくる可能性十分ありますね。なるほどですね、うん、でお二人にちょっと聞きたいことあるんですけど、はい、三浦君出てほしいってさっきありました、はい、もし、うん、三浦君出なかった場合、うん、1区誰にします。そうなんですよ、伊予田君どうします。去年伊予田君去年伊予田君でしたね。よかったよね、うん、だから伊予田君になるんですかね、うん、やっぱスタート大事ですからね、うん、そうか、うん、だからそしたら新たにまた一人必要になります。そう、3区誰にしますってなりますよ。そうなんですよね、うんうん、すごく難しいことになる。難しい。だからパズルと一緒ですね。一つピースが外れると。そうなんですよ。だから三浦君出なきゃいけないんですよ。出なきゃいけない、うん、しかもめっちゃでかいパズルなんですよ、ね、確かにもうど真ん中のめっちゃでかいパズルがなくなるんで、うんうん、そっかきついですよなくなると。確かに、うんうん、でね、まあ、三浦君が絶対出てもらうとしても、うん、この6人ずつ選んだもう一人の7番目の選手、はい、前から聞いてますけども、はい、順天の大学もいると思います、はい、教えてほしいです、はい、じゃあどちらからお願いします。はい、僕は森本選手です。おお、はい、木戸君。もう木戸君です、うん、あの四国から生まれたスーパースターだと思ってるんですけど、はい、村尾君もね、うん、非常に力持ってるんですよ、うん、まあ、高校の時も強かったし、うん、ただやっぱちょっと成長度合いで、うん、僕は森本君を取りたいなっていうことですね。この1年間入学してこの1年間ですね、うん、夏秋ですけど、うん、ここまでの間でじゃあどっちが成長したかってなると、うん、僕の体感では森本くんのような気がしたんで、うんうんうん、森本くんはちょっと迷いました。わかりました。そんな感じですね、うん、了解しました。それではヨッシーの7番目の選手教えてください。はい、僕はやっぱね野村くんなんですけど、おうおう、まあ、野村くんちょっとさっき触れたんで、はい、もう一人いいですか、うん、西澤キャプテン。おお、キャプテン、はい、キャプテン西澤くん、分かる、ね、全然入ってくる可能性はあるんですよ。なるほどね、うん、でも長い距離に結構強いのかな、多分どっちかっていうと、うん、だから全日本からになるのかなって気がします、うん、この前もねシドニーハーフだっけ、なんか、うん、あのハーフに出てるんですよ、うんうん、なんで、まあ、ちょっと出雲はパスするのかなって感じはしてます、うん、強いんですけどね、うん、長い距離に強いですね、うん、そうですね、分かりました。いや
三浦君に出てほしい。それが本当に一番です。一番ね、これはもうみんな思ってるんじゃないですか、ね、だっていつもまだ出てないもんね。出てないですよ一回も、うん、それは万全な時も出てないでしょ。去年出てないですからね、うん、去年出る出るって言われて、そうオリンピックの疲れがみたいな感じでしたね、うん、去年はね。あ、そうかそうか、そうでしたね。で2年前はコロナでなかったし、そうか、しかも三浦君地元なんで出雲駅伝って。そうなんですね。そう、うん、そうか、そうだから出てほしい、出てほしい、ね、うん、それ考えたら出てくれるそうな気もしますけどね。ねえダイヤモンドリーグもね結構前に終わってるんで。確かに確かにね、はいはい、分かりました、はい、もう三浦君出ることを本当に期待して、期待して、はい、ぜひですね順天堂注目していきたいと思います。注目したいです。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。